ということで、まあ、今回はね、アツシアニメの、まあ、自分的にね、まあ、個人的な期待ランキングで、まあ、ね、ギア表を作っていきたいなと思います。まあ、個人的ランキングで、なんで、気楽に見ていただければな、と思っています。ということで、まあ、早速、まあ、割り振っていきたいなと思います。まず、アリフレ3期。アリフレ3期ね、まあまあ、人気作品なんで、まあ、期待と。で、デューセイってやつね。B のやつ。ナローっぽいやつ。まあ、B ロックをまあ A かな。で、ちってなんか欧州らしいんでね、A に置いてきます。ランマはまあ、正直、まあ、流星やつらよりも、個人的にはそんな期待しないので、ここと。まあ、ブリーチをまあ、面白いけど、まあ、原作見てるから、まあ、C に置いてきました。で、魔法少女のやつも、まあまあ、いいかな。はい。で、マオリとトライは、なんかね、先が変わっちゃってどうかなっていうところですし。で、まあ、今期ね、めちゃくちゃ続編が多いから、それがちょっとね、まあ、不安材料ではあると。あ、で、隅っくり入れときました。S。今んとこね、とりあえず。では、肝は、なんか今んとこ蜘蛛足展開多すぎて、なんかね、主人公勢が大体一回負けてるっていうね。あんまり期待できない。あ、遊戯王もちょっとヤオちゃんがね、敵側にやっちゃって、ちょっと面白くないかな、みたいな。このネラポジーラン、アングラーみたいなぞ。なんか結構質アニメっぽいから、割といけそう。罪選びもね、個人的には好きなんで、に切れさせてくださいと。で、悪役令状はまあ、特に不可もなくと。ね、これもなんかナローのやつで、不可もなく不可もなくと。これもまあ、えとこ多めでどうかなというところで、魔法フィルムだったから、まあまあ D にしときますと。魔法プリはまあ映画面白そうで映画見に行きたいなというところですね。これもラッキャクリー以上かな ?C で。これがジャンプラストのやつなんですけど、まあちょっとね、これはまあまあ、どうかな、結構女子高生のまあ会話とか結構面白いですよね。まあ、まあまあ、アニメにすると、どんなもんかな、というところです。はい。で、トンボもね、良かったですよね。でもまあ、2期の範囲がどうなるかというところで、まあ、中間タクレ B でね。これ、推理アニメを好きなんですけど、まあまあ、A、S にはいかんだろう、というところで、まあ、B に置いておりますと。で、さあ、と、これ、なんですか。これも、まあ、ナロっぽいやつね、パウィ。はい、これ置いてきますと。ユライスは他人に、これ、どうかな、まあ、とりあえずギーで。これ、ツアーな小学生みたいな。なんか、おどいやつね。公演をなんか、期待してもいいってやるのもいいかな。一応、B に追いつきますと。で、ガンギロない。これは、いいから、やっぱり、一斉を知りたい。スパスタは F に置かせてください。期待とね。まあ、2期はちょっと、あれだったという意見も、あると思うんですけど、まあ、盛り返してくれることを願って、ちょっと S ランク、個人的にはレホ期待と思います。で、ダンマチもまあね、A でしょう。ダンマチ5期 A。弱小貴族も面白いって、まあ B で。で、これなんかね、みんな、期待してるね。マジリュニエだっけ株式会社ね。トライダー G7 とかダイガードに行きますよと言われて。いや、それはないやろって思うんですよね。個人的に。この美少女枠と、ダイガードとか、トライダーとかだね。同じのわけないでしょって思うけど、まあなんかみんなね、視聴者さんがまあなんかおすすめしてくれてんで、まあ、期待的な A と。言える、こういうまあ女の子、そういうやつをまあ期待なんで B と。いや、なんかこれがメイドのやつで確かですし。ね、これもナロー、コテコテアニメだけど、まあ、ジュンリニア、S 入れたいぐらいだけど、まあ、さすがに、さすがに、ちょっと、まあ、情勢のことを考えて B に置かせていただきますと、ニゴリリは A でいいでしょ。コリナーもは、まあ、まあ、かんなもんかな。いや、アーベンハークなんか、期待されてるっぽいけどね、ちょっと、原作見てないんでね、ちょっとわかんないっす。うん、でもちょっと、なんか、ガトモンゲっぽくて、ちょっとね、あんまりかなと。はい、で、メンズコースト2期は、文句なしで S に置かせていただきますと。めちゃくちゃ期待をしておりますと。よし、アイフィルはな、個人的にはね、D に置きたいんですけどね。まあまあ、一応、始まりは D にさせてください。で、これはね、言って、今だいぶ久しぶりなんですけど、まあ、A ではないか。まあ、B ね。B ぐらいでいいかなと。いうところ。はい、これが総力ですね。総力が期待に込めて、A に置かせていただきます。すいませんと。
よし、ありますね。なんか面白かったらしいんでね。割と A に置いてもいいけど、まあね、ビジかな。いやー、フェアなんだっけ？これ、原価を書いてる忘れちゃった。いい、まあまあ、いいや。ベライの食い、こういうなんかギャグっぽいやつはそんなにね、あのつもんでないと。で、これが、クロクロコミックの、シクロクロコミックから訪れた四角と、プニールね。に、まあ、まあ、A に置きたいけど、C かな。一番。はい。で、魔王なんちゃらなんちゃらみたいな。あ、鑑定スキル A にさせてください。リゼロンも一応 S でいいんでしょう。で、魔王なんちゃらなんちゃら。これもなんかいいらしいからね、ちょっと。あの、下克上させてください。あとで、あ、ロンタ、ロンちょっとおめえ、バッチリ変えるわ。やっぱり、このリーダーになるのはちょっとブサイクだから変えていいけどな。まあでも無理か。さて、品上的。これもね、なんか少女っぽいけど、ビーチっぽいよね。メカ腕。これも個人的には、なんか期待しちゃうけどね。とりあえず BA とか、これちょっと冷めとこ。はい。ね、これもまあまあまあと。シンカリオは、なんかあんまり今んとこ武器ないなと。まあ三流だったりは良かったけどね。これジュリーマスターズだ。デイルマスターズとも特にあんまり期待はしてないかな。まあ一応主張するけどというところで、ニフリニの他にニキールの先ありましたっけ？なんか覚えてないんですよね。ニフリリの他に継続ニキュールもあればちょっと追加するんですけどというところで、まあ個人的にまあ次にね、秋アニメは51作品見る予定をしていますというところで、まあ一番期待してるのはスパスタと、でも MF ゴーストと、まあここは先定ね。クフェンでもハミクジは正直、まあ、S に置いたけど、まあ、ネタ枠っていうか、今、まあ、癒し枠で入れてるんで、まあ、そんなにね、なんていうか、その、指摘されなくても結構ですと、まあ、本気で S とは思ってないようで、というところですね。なんなら、クソミ選びに、言いたいかな。入れとくか、まあ、ちょっと。DGO でもいいけどね、DGO でもまあいいですけど。まあ、正直、リゼロも下げてもいいけど、まあまあまあ、ラインナップ的にこんな音かな。ありふれとか GGO とか V6 とか C とかね。ポップ編はまあ、鉄板ですよね。見た感じやっぱりね。あ、まあ、あと、これね、端末。今、で、ニフォリリ。でもやっぱ、ここら辺もラインナップで面白そうですよね。いいと思う。結構、株式会社マジ順にみたいなやつね。タイトル間違えてたらすいません。で、鑑定スキル。まあまあ、いいかなって感じ。割といいラインナップだ。で、これなんか質が鈍いから、まあ面白そう。いや。で、まあ、トンボまあ上でいいよね。まあ面白いから。で、トゥイン。これね、これ個人的に押したいから、なんかこれ、可愛い感じですね。これもまあいいか。で、まあまあ。パワーパー。まあまあまあ。まあまあまあ。いいランキングじゃない？これは C ランいいくらいだけどね。でも個人的にはあんまりそう青春もキラキラしすぎてね、ついていけないんですよね。もうね、30超えてくると、ちょっとついていけないなというところです。はい。どうでしょう？皆さんね、期待とね、相違があればまた教えていただければね、自分の期待度も、まあ、上がるし。まあ、逆にこれあんま期待しすぎない方がいいっすよ、みたいな。あれは、まあまあ、ちょっと下げとくんで、まあまたね、いろいろ教えてください。はい。あっちアニメの、まあ、調整はこんなもんかな。まあ、また1話でね、面白さね、ランキングつけるんで、まあ、秋までね、期待ランキングなんで、まあ、ここら辺がね、面白そうだなっていうところで、ピーナさんもね、参考にしていただければな、と思います。以上、アクチアニメのお話でした。バイバーイ。